フレデリクン・ドッツは、アルバニアの歌手であり、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2007に、アルバニア代表として参加し、ヒアマイ・プリーを歌った。アルバニア北部のシュコドラにて、芸術家の家に生まれた。姉妹のリタン・ドッツは、民謡オペラ歌手、プロのコメディアンであった。また別の姉・ユリアン・ドッツは、フレデリクが音楽活動を始めた直後に、音楽活動を始めているが、 あまり大きな成功は収めていない。歌手として成功したフレデリクであったが、アルバニアの共産主義体制に起因する困難を共に、しなければならなかった。2006年12月、ユーロビジョンソングコンテストのアルバニア代表選考を、兼ねた音楽祭第45回フェスティバルイケムゲスに妻のアイーランドツイ、と共に参加し、バラーダイーグユリットを歌って優勝したことにより、 アルバニア代表として、ユーロビジョン2 0 0に参加することが決定した。優勝曲を英訳、開会した、ヒアマイプリーで、ユーロビジョンに参加したが、準決勝で十七位となり、決勝には進出できなかった。フェスティバリーケンゲスでの優勝は二千六年が初では、なく、九百八十九年には、第二十八回フェスティバリーケンゲスにて、マニョラナラバに、ユリアン・ドッツと共に参加して、 初回いいダイオレットを歌い、優勝を果たしている。映画俳優としても活動しており、主演や助演などをこなしている。ありがとうございます。